はい、皆さんこんにちは。小春子の木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、出遅れ安値更新、すすめ優待銘柄と題してお送りいたします。今回は、伊藤園、証券コード2593に焦点を当ててみます。伊藤園は、日本を代表する飲料メーカーで、お茶を中心とした製品で広く知られています。最近の決算発表では、第3四半期までの累計で、連結経常利益が 39% 増を達成し、第3クォーターの業績も 23% の増益という好調な結果となりました。しかしながら、株価は大きく下落し、前週末に比べて 10% 近い下落を記録しました。これは、市場が期待していた増益率に対して、実際の伸びが鈍化しているという見方や、材料で尽くしによる、利益確定売りによるものと考えられています。伊藤園の株価は、ピーク時には8000円を超えましたが、現在は半額以下の4000円を割り込み、昨年来安値を更新しています。PR や PBR は高めですが、自己資本比率は安全な数値で推移しています。伊藤園の配当利回りは、1% を少し超えた程度で、高くはありません。また、株主優待としては、100株保有で、自社製品の詰め合わせ、1500円相当がいただけます。これらを合わせた総合利回りは約 1.5% になります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、3829円に対して、目標価格は5275円で 37.76% の上昇余地があります。安いところを買って、お茶でも飲みながら上昇を待ちましょう。次に、ミルボン。証券コード4919について説明します。ミルボンは、美容室やサロンなど、プロフェッショナル向けのヘアケア製品を主力とする企業です。相場全体が好調の中、株価は厳しい動きになっています。昨年からの株価の動きを見ると、5000円台からきれいに右肩下がりで調整しています。しかし、直近の決算発表では、伸び率は鈍化したものの、4期連続の増収の見込みです。配当については、安定した政策を続けており、株価の低迷で、配当利回りも 3% に近づいてきました。さらに、株主優待制度も設けており、自社製品を提供しています。100株保有で、3年未満なら3000円、3年以上で6000円の商品が選べます。総合利回りは 3.5% を超え、なかなかの水準です。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、3193円に対して、目標価格は4430円で 38.74% の上昇余地があります。安いからと飛びつかず、反転を確認してから買いましょう。次に、イオンファンタジー、証券コード4343です。イオンファンタジーは、主にショッピングセンター内で、アミューズメント施設を運営しています。新型コロナの影響で、来客数が減少し、それに伴い収益も減少しました。その後回復に転じ、直近の決算では良い数字が発表されています。株価については、ピーク時に比べて大幅に下落し、3月に入ってさらに下げています。それでも、PR、PBR の値は、まだまだ高いです。配当に関しては、業績に伴い減額していますが、無配にせずに、配当を継続しています。株主優待については、同社が運営する施設で使用できる優待券です。100株保有で2000円分の優待券が年2回いただけます。それとは別に年1回お米3キロがいただけます。1000株保有で優待券は1万円分が年2回、お米以外にギフトカードなどが選べるようになります。配当と優待を合わせた総合利回りは 2% を超えた程度で、高くはありません。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、2212円に対して、目標価格は2600円で、17.54% の上昇余地があります。イオンをよく利用される方は、検討していいかもしれませんね。最後に、T-Life、証券コード3172についての説明です。T-Life は、健康茶や健康食品、化粧品などを企画、販売している企業です。直近の決算で下方修正と合わせて減配が発表され、株価が大きく下落しました。具体的には、配当が年間6円減額され、
株価はまだまだ下げ止まらない勢いです。株価が下落したことで配当利回りは上昇しましたが、減配のリスクもあります。ただ自己資本比率は 70% 以上と非常に高く、財務的には大変安定しています。株主優待については、自社通販サイトで使用できる優待券が100株保有で1000円相当、最大1000株保有で3000円相当までアップします。優待と配当を合わせた総合利回りは 4% を優に超えています。では AI による株価の予想ですが、データが少なく目標価格が出せませんでした。株価の動きと業績を睨みながら投資を判断しましょう。日経平均が4万円を超え、今週末はメジャー S9 です。年度末でもあり、相場は波乱含みです。チャンスは逃さず、でも無理せずに、一緒にお金持ちを目指しましょう。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。